今週もスマホゲームで遊びましたか？皆さんどうもこんにちは。アプリゲーム情報局のシーサーです。今回なんですけども、本日4月28日に公式の Apex モバイルがついにベータテストが始まったので、今回動画で紹介していきたいと思います。今回紹介する映像に関しては、海外で先行プレイされている YouTuber の方の動画を拝借させていただいています。参考にさせていただいた YouTuber さんの URL は説明欄にリンクを貼っていますので、もしよかったらチェックしてみてください。話は戻るんですけど、Apex モバイルのベータテストがインドで始まりました。現在の対象はインドの方で Android ユーザーのみになります。 iOS も後日ベータテストが行うので、まあ安心してください。ちなみに国内のベータテストですが、ベータテストの配信計画でいくと、日本は本日のインド配信の次のフィリピン配信が終わった後の全世界大規模のベータテストでダウンロードして遊べるようになると思います。あと冒頭でも話しましたが、最初は Android のみが対象になると思います。地域の拡大とともに iOS にも対応する予定だと思います。インドやフィリピンの後で待ちきれないよっていう方もいると思うんですけど、海外のベータテストも国内で実はプレイすることができるので、最新情報が分かり次第動画で解説してきますので、もしよかったらチャンネル登録お願いします。ちなみに Apex Legends は聞いたことあるけど、 Apex Legends 分からないって方もいると思うので、今回はちょっと簡単に説明します。 PC、PS4、Nintendo Switch など今幅広いハードで遊べる全世界で大人気の FPS バトルロイヤル型シューティングゲームで、 Apex Legends 公式がついに iOS、Android で公式リリースすることが決定しました。これね、今月の4月20日に発表されたんですけど、そこから約1週間ほどでベータテストが本格的に始まるということで、かなり短いスパンでねベータテストが始まったのでびっくりしましたね。今回紹介するスマホ版 Apex モバイルは、エレクトロニックアーツより2019年2月5日に配信開始した PC 向けの基本プレイ無料の一人称視点のバトルロイヤル型シューティングゲームで、本作はスマホ向けにアレンジしたゲームになります。それではゲームの特徴を見ていきましょう。今回分かったことを大きく6つに分けて紹介していこうと思います。ゲームの見どころ、一つ目は忠実に再現したゲームで、本家である PC 版 Apex Legends を開発した会社リスポーンが今回もスマホ版 Apex モバイルを開発しています。また Apex Legends 運営である EA と PUBG モバイルや Call of Duty モバイルを作ったテンセントが制作を行っているので、世界観やゲーム性などはほとんど変わらなく作られていました。ゲームの見どころ二つ目は無料プレイで、本作は基本プレイは無料です。課金を行うことでゲームプレイが有利になる、いわゆる Pay to Win の要素は含まれていません。そのため無課金者の方でも十分楽しめれるゲームです。 Apex Legends モバイル独自のバトルパスや装飾アイテムなど、 Apex モバイルオリジナル要素も楽しめます。ゲームの見どころ3つ目は簡単操作で、 PC や PS4 や Nintendo Switch の家庭用ゲーム機と比べてスマホゲームなので、タッチスクリーンに最適化されたゲーム操作と各種機能によって簡単操作で最先端のバトルロイヤルをスマホで体感できます。そのため以前から Apex Legends に興味があったけど操作が難しくて敬遠されていた方も安心して遊べます。ゲームの見どころ4つ目は三人称視点である TPS 視点が可能で、本作は Apex Legends の特徴である FPS 視点のシューティングと PUBG モバイルや荒野コードみたいに三人称視点の TPS 視点でもプレイ可能です。これを可能にしたのはやっぱりテンセントの共同開発っていうのが大きいのかなと思います。今回共同開発しているテンセントはスマホ向けのゲームに関してはもうシューティングのもうプロフェッショナルというイメージなんですよね。なぜかっていうと FPS のシューティングといったら Call of Duty モバイルが神ゲーなんですけど、 TPS だとPUBG モバイルということで FPS、TPS 素晴らしいゲームを開発しているんですよね。星打ちができるので初心者の人やゲームが苦手な人から、すでに荒野コードや PUBG モバイルなどスマホバトルロイヤルゲームをプレイしている人でも快適にプレイできます。ちなみにプレイ中に視点切り替えができるので自分に合った視点で遊んでみてください。ゲームの見どころ5つ目はクロスプレイ非対応で、 PC や PS4、Nintendo Switch など他のコンソールとのクロスプラットフォームプレイは非対応になります。そのため別ハードの人と遊んだり協力はできません。ゲームの見どころ6つ目は短時間の試合で1試合60人のバトルロイヤルゲームです。1チーム3人編成で自分たち以外の他の19部隊と戦います。ということで今回は Apex モバイルのベータテストのプレイ映像をもとにスマホ版 Apex モバイルを簡単に解説してみました。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ動画の高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。またこれ以外にもたくさんのスマホゲーム情報を発信していますので、もしよかったら過去の動画もぜひチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。もしこの動画が参考になったら高評価とコメントいただけると嬉しいです。この他にも実際に遊んでみて面白かったスマホゲームなどを説明欄にリンクを掲載しているので、ぜひチェックしてみてください。また今後もスマホゲームの最新情報を発信していきますので、チャンネル登録お願いします。 Twitter や Instagram で YouTube より早く速報でスマホゲームの最新情報から事前登録まで紹介しています。またプレゼント企画もやっていますので、よければフォローお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。
最後までご視聴いただきありがとうございます。今回紹介したスマホゲームのお得な情報以外にもたくさんのスマホゲーム情報を過去の動画で紹介しているので、過去の動画もぜひチェックしてみてください。また新作のスマホゲーム情報や事前登録情報を発信しているので、いち早く情報を知りたい方はぜひこの機会にチャンネル登録もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。